はい、どうも箱田です。今回はお菓子攻略末広がり設定に着目してやっていきたいと思います。今回は前回に引き続きベネクス平塚店さんでのプレイとなってます。末広がり設定に行く前にちょっとゲットシーンということでしばしお付き合いをお願いいたします。Z 型の橋渡しは、最初ベネックスさんでしかちょっと見たことなかったんですけれども、最近別の店舗でもちょこちょこ見るようになってきました。 Z 型の橋渡しなんですけれども、やっぱちょっと移動制限があってなかなか最後ね落としきれなくって積んでしまうこともちょっとやっぱあるので、ちょっと進め方をうまく考えていかないと取れないことも結構やっぱ多いですよね。皆さんの行かれる店舗でも結構見られる設定でしょうか。この設定はちょっと悩ましいですよね。前回の動画でピコラをちょっと諦めてしまったんですけれども、その後ちょっと気になってちゃんと攻略していきました。このピコラね、倒れてるんで結構きついかもしれないですね。なるべくこの形のまんま運んでいきたいですけど、なかなかそういかないかもしれないですけどね。変な風にはまっちゃうともうアウトなんで。そうっすよね。ちょっと一旦奥かけてみますか。あ、どうだろうな。このままでももしかしたら左の方を返していけば広い方にはまって弾が落ちないかな。ちょっと左ギリギリ寄せてこのままうまく倒せる方向に持ってって、あ、積み上げてないか。寄せすぎちゃうちょっとダメみたいですね。アームが入らない。ちょっと遠目で入れないと下までアームっていうか爪が入らないですね。でこれちょっとね右に行けるように左アームちょっと寄せて、もうちょい寄せたいな。これ勝負するのは少し厳しいな。これどうだろう。おお、ちょっとね寄せたいんだけどうまく入ってこないな。これでもこれずり上げても厳しいかな。あ、でもねいい感じになってました。これでちょっと下パブ捉えられるかもしれないけど、ここで勝負するのはちょっと厳しいかな。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ゲット。ちょっとねやっぱ手数がかかりますけどね、なんとかゲットできました。よかったです。ちょっとチョコレートでちょっとさっきみたいな感じでこのままうまくね左に寄せられればいいんですけどね、なかなかそこまでいけるパワーがないのか。ちょっと初手で結構決まるかな。あ、やっぱこうなっちゃいますね。ひねっちゃいますね。どうしようかな。
はい、ちょっとやっぱり広い方に持っていかなきゃ厳しいですかね、うん、これどうだ、あ、奥の白いやつ使いながらも白い方に運ぶっていうのも一つ手かもしれない。これで少しまた左寄せて、あ、いいとこ入った、来い来い来い、お、いい感じですね。あと左これ過ぎちゃったんじゃない、そうかな、これ左を手前のこの隙間のとこにちょっと入れて返せればいけるけど、あんまり寄せすぎない方がいいのかな、本体で押し込んじゃうといけないんで、少しこんな感じで、よし、よし、よし、ゲット、キコラ、いい感じでいきましたね、よかったです。ちょっと今度はミルク、ミルク味、なかなかね、このまんま こういう風にこういう感じでなかなかいかないですね、やっぱ一回箸にはまっちゃうんで、中心あたり狙ってもダメですかね、この辺結構いいとこ入ってるんだけど、あーちょっとでも手前か、これこれだとこうなりますね、初期は絶対こうなっちゃうなってなると、やっぱり広い方に持っていくしかないんだろうな、やっぱりなかなかね頭は使いますね、これ広い方になるべく投げたい、切ったか、切ったか、よしたか、よし、切ったか、切ったか、よし、ゲット、いや、切ったな、今の、いや、一番最短でいきました。今度ね、ミルク味、ゲットレース、どうだろう、動きが、あー、あんまり動きが今出なかった、回ったんだな、多分これどうだろう、僕の動きはどうかな、あー、動きに行きましたね、